現在の福島県の北西部磐梯山麓のすり上げ原で伊達政宗と芦名義弘が大規模な合戦を繰り広げました。天正17年1589年6月5日に行われたこの戦いは芦名家の滅亡を決定づけ、政宗が奥州での覇権を握る大きな転機となりました。今回はこのすり上げ原の戦いに至るまでの経緯とその激戦の具体的な内容、さらには戦い後の状況まで詳細にたどっていきます。その頃伊達家は米沢を拠点に奥州中南部の広範囲を統治していた。しかし北に最上家、南に芦名家、南東に相馬家という強力な敵国に囲まれていた。一方伊達家の同盟関係にある田村家が南の要衝を抑える形で南防衛線を形成していた。その田村領の南には敵対する岩木家、二階堂家、白河祐樹家が国境を接し、そのさらに南には伊達家の最大の敵である佐竹家が控えていた。そのため田村家という同盟国を除けば伊達家はほぼ全方向に敵が存在するという厳しい状況に立たされていたのである。相馬や岩木の圧力を抑え、南下して白川の関まで領土を増やしたい。そのためには引き続き州都の田村清明の援護が必要。しかし天正14年1586年10月、政宗の舅である田村清明が病死する。後継ぎが決まらないままに病死したことで新たな混乱を招くことになる。舅が亡くなり、半立を抑えるための支柱を失った。これで田村家内部で半立の動きが目を出すかもしれない。これを抑えるためにも当主を失い混乱している田村家への介入を迅速に進めなければならない。一方田村家では清明の正室が後継ぎ不在の中、権力を掌握するため動き出していた。彼女は相馬家の出身であったことから、実家である相馬家に支援を求めて権力基盤を固めようとしたのである。田村家の混乱に乗じて領土拡大する後期、まずは田村の家臣団を我らに取り込んで三春城を制圧する。そして伊達の力を削る。後継者不在という事態を迎え、田村家家臣団内部は新相馬派と新伊達派に二分され、内部抗争が激化していった。舅が亡くなったことで意図せず相馬との対立が再燃してしまった。天正14年11月、芦名でも当時の亀王丸が放送のために創生し、その跡継ぎ争いから内部抗争が始まった。芦名家でも田村家と同じく家臣団が2つの派閥に分裂した。一つは伊達政宗の実弟小次郎を新当主にしようとする派、もう一つは佐竹義重の次男義弘を新当主に迎え入れようとする派、という2つの派閥だった。小次郎が芦名の当主になれば芦名とは同盟関係となる。その力を借りて相馬や岩木をも屈服させることができよう。実質的に奥州の覇権を握ることができる。何としても小次郎を芦名の当主にさせる。しかしことを荒げたくはない。芦名佐竹との和平は崩したくない。すでにこの年に相馬義胤を仲介とした伊達と佐竹芦名による奥口相和と呼ばれる和平が実現されていた。和平を崩せば秀吉からの干渉を受けかねない。この和平は元はといえば背後で秀吉の意向が働いている。無論秀吉が奥州に対して強制する力は今はない。だが相馬や佐竹は徐々に秀吉からの影響を受け始めている。元はといえば佐竹家と伊達家は縁戚関係だった。政宗の叔母が佐竹義重の正室となっていたが、白河祐樹家が婚姻によって佐竹陣営に入ると状況が変わる。伊達佐竹との間の緩衝材となっていた白河祐樹家が佐竹の勢力下に入ったことで佐竹と伊達の境が直接接することとなり、戦いが避けられぬ状況となったのである。幸い我らは長年謙信の代から上杉家とは同盟を結んできた。今やその上杉家も影勝の代に入り、秀吉に味方して東国の取り次ぎ役となった。我らはその影勝に秀吉との橋渡しをしてもらい、秀吉と義見を結ぶことができた。秀吉の影響力は奥州にまで及んでいる。この秀吉の力を利用することによって芦名を我が勢力下に置く。芦名家臣団も政宗につくより秀吉につく方が将来があると見込んでいる。秀吉の力を味方にすることで政宗を抑えつける。天正15年1587年3月、佐竹義重の次男で白河祐樹家の当主に収まっていた義弘が養子縁組によって芦名家の当主となった。
足名家の内紛は伊達派と佐竹派が争った末に佐竹派が勝利したのである。小次郎を足名家当主にしようとした政宗の画策は失敗した。これにより足名家はこれまでにも増して佐竹家の影響を受けるようになり、奥州の緊張は再び強まっていく。奥州に強大な楔を打ち込むことに成功した。伊達を牽制するには十分。義弘はまだ若い。よってこれを補佐するため我らの家臣団を足名家に送り込む。足名義弘は12歳と年齢が若かったことから足名家に佐竹家家臣団が入ることになった。その結果、新参者の佐竹家家臣団の力が増して足名家全体の統制が乱れていく。それが後に深刻な事態を引き起こし足名家滅亡につながっていくのである。だがまだこの時は義重はそのことに気づいていない。義弘が足名の当主となれば白川結城の当主は空白になる。それを埋めるため次の当主を義親とする。ただし義弘が嫡子を挙げた後はその子を白川結城の当主とすること。白川結城は未来永劫佐竹の支配下に置かなければならぬわ。足名が佐竹の足元にひれ伏すとは全くの旅外。小次郎に足名家を継がせるという父の代からの約束を反故にし佐竹を受け入れるとは、足名が佐竹のものとなった上はすぐにでも兵を動かしこれを討伐したいが、田村の家督問題も未だ決着していない。この問題が収束していない段階で足名に攻め込めば佐竹だけでなく相馬とも戦わなくてはならなくなる。まだ周囲には火種がたくさんある。今は足名と佐竹だけに関わっている時ではないわ。政宗は不満を抱きながらも大規模な軍事行動を控えた。北方には伊達、南方には北条、この2つの敵に我らは挟まれている。伊達に関しては御家の同盟を核とする包囲網を築いて牽制する。佐竹義重は佐竹、足名、白川勇気、石川、岩木といった御家同盟を主軸にして、さらに相馬と二階堂、最上を加えた勢力で政宗包囲網を形成しようとしていた。北と南に強力な敵がいる以上一方の戦線だけに張り付くことはできない。同盟を強くして政宗を牽制しなければならない。今から秀吉との関係を強くしても元より関係の濃い佐竹の力を演じることはできない。佐竹とその足元にひざまずいた足名を屈服させない限り奥州の覇権は握れぬ。覇権を握るためにも北条との関係をより一層強くしなければならない。政宗は天正13年の頃から続く北条との同盟をより強固なものにし佐竹を強撃する体制を固めていく。その頃伊達領の北方を領する最上義明が挑戦的な行動に出ていた。10月に伊達家家臣の鮎飼城主鮎飼宗信と内通し反乱を起こさせたのである。鮎飼宗信の父親である盛次がこの反乱を阻止すべく説得を試みたが失敗し、政宗に反乱の鎮圧を要請した。義明にたぶらかされて鮎飼宗信が謀反を起こした。直ちに湯のめかれやす泉田重光は鮎飼城の攻撃に向かえ、この動きに対し鮎飼宗信は最上義明へ援軍を要請。しかし最上からの援軍が来ることはなかった。そのため籠城を諦め密かに城から脱出し最上領へ逃亡した。そして鮎飼城は陥落し、残された数百人の将兵は伊達軍に討ち取られた。小坂式義明、謀反をそそのかしながら小詰めにも来ようとしないとは、我らに揺さぶりをかけるだけで全面的な衝突にはならないようにしている。我らにちょっかいをかけてくるのは最上だけではない。足名もそうだ。義弘を当主として迎えた足名にも勢いがある。縄代田城を何度も攻撃して我ら田村との分断を図ろうとしている。この鮎飼宗信の乱が収束した頃、豊臣秀吉が関東に対して総武事令を出した。これは秀吉の命令以外の戦争行為を施せんとみなして禁ずるものだった。そしてこれに逆らった者は討伐の対象になるという一方的な通告でもあった。さらに秀吉は九州を平定した後12月3日付でついに東北地方の諸勢力に対しても総武事令を発し戦争行為を禁じた。ついに秀吉が総武事令を出した。これに逆らって戦を起こせば秀吉と全面的に敵対することになる。これだけは避けねばならぬ。正当な理由がない限り簡単には戦えない。だが相手から攻め入ってくればやれる。かくして天正15年は大規模な戦いも起こらず比較的平穏を保ったまま過ぎていった。その頃伊達家の傘下に入っていた大崎義隆が伊達から離反して独立する動きを見せ最上義明の講演を受けようとしていた。
この大崎義高の動きに家来の岩手沢城主氏家義次が反発し、政宗に援軍を要請した。大崎家は分裂を引き起こして家中の内紛へと発展していったのである。大崎義高は最上と通じることで伊達の影響力を排除しようとしている。そして最上の傘下に入ろうとしている。これだけは阻止せねばならぬ。この内紛に深く踏み込めば最上との全面戦争になりかねない。まずは事を荒立てず穏便に収めるようにせよ。軍勢を動かせば総武事例に背くことにもなる。ここは慎重に対処しなければならぬ。政宗は大崎義高の隣目を領する葛西晴信と連絡を取り合いつつ、重臣の泉田重光に大崎領内の動静を探らせた。もはや謀略によってことを収める段階ではなくなった。最上が大崎を掌握する前に行動に出るしかない。正景王子と泉田重光は5000の軍勢でもって直ちに大崎義高を討伐すべし。天正16年1588年、正月、政宗はついに軍事行動に出る。政宗に命じられた叔父の留守正景と泉田重光は5000の軍勢を率いて大崎義高の居城である中新田城の攻略に向かった。2月2日、泉田重光率いる伊達軍の先陣は中新田城に攻撃を開始。しかし城周辺の湿地と突然降り始めた大雪によって進攻が阻まれ、撤退を余儀なくされる。これを好機と捉えた大崎軍は城から打って出て伊達軍を撃破した。さらに政宗から離反した黒川春氏が大崎軍に加勢し、伊達軍の後方から襲いかかった。挟み撃ちにされた伊達軍は改装して新沼城という小さな城へと撤収したが、追撃してきた大崎軍に城を包囲されてしまう。そして新沼城に閉じ込められて孤立化することとなった。黒川春氏と大崎軍の強撃によって伊達軍は敗北を喫したのだった。23日、留守正景はこの危機を打開すべく大崎義高に休戦を要請。命乞いされた大崎義高は泉田重光を人質に取ることで伊達軍の撤収を認めた。こうして留守正景は29日に敗山兵と共に新沼城から退却することになった。政宗は重臣の泉田重光が人質になるという屈辱的な休戦を余儀なくされたのである。こうした中で最上義昭が大崎方に加勢するため5000の兵を率いて援軍に赴き、伊達領に侵攻を開始した。3月には伊達領の黒川軍や志田軍に入り、伊達軍と小規模な戦闘となる。4月に入っても伊達軍と最上軍の戦いは続き、28日には秋雨で激突した。この時伊達軍は最上軍を101人討ち取り、21もの首が政宗のもとに届けられたという。政宗が大崎家の内紛の介入に失敗すると、これを好機と見た周辺の敵対勢力が動き出す。まず当主になった直後からたびたび伊達領に侵入を試みていた芦名義弘が動く。義弘は大内貞綱に伊達領の縄城田城の攻撃を命じる。命令を受けた大内貞綱は2月12日に縄城田城を攻略。その直後に弟の片平知勝と共に伊達重実の日本松領に侵入した。北方で多くの兵力を投入しているため南方にまで手が回らない。幸い芦名軍による侵攻はまだ本格的なものになっているわけではない。ここは情勢を見極めねばならぬが、火種は早いとこけさなければならぬ。政宗はこの状況を打開すべく大内貞綱を寝返らせようと画策する。北方の大崎最上に対しては防戦で臨み、南方の芦名に対しては調略によって事態を解決する。大内貞綱を寝返らせよ。大内貞綱を取り込めれば塩松の浪人衆の反乱をも抑え込むことができる。貞綱は芦名区で冷遇されていると聞く。これに対する不満から必ずや我らの誘いに乗るはず。貞綱に新たに140貫本の稚魚を約束する。起床門を与えて別心ないことを誓おう。折しも芦名家中では義弘に従って佐竹から入った家臣団と芦名府代の家臣との間で対立が深刻化していた。そのこともあり大内貞綱は早めに芦名家に見切りをつけ、4月に政宗の調略に応じて伊達方に転じたのだった。これを知った芦名軍は4月18日離反した大内貞綱と伊達軍を討つべく本宮城に攻め寄せた。しかし阿武隈川河畔で待ち伏せていた大内貞綱率いる千余りの兵の襲撃を受けて撃退された。その頃伊達領の南東でも政宗に敵対する勢力が動き出していた。以前から田村軍を狙い続けていた相馬義胤である。政宗は最上と大崎のために動くことはできない。さらに芦名とも交戦状態に入った。伊達の軍勢が分散している今こそ田村領に攻め込む好機ぞ。4月7日、
義実は田村家の家臣であるお手盛城の石川光政を離反させ、本格的に田村領の奪取を始めた。こうして政宗は、北方に最上、南方に相馬、芦名の2正面、合わせて3正面の戦線を抱えることになったのである。石川光政の離反を知った政宗はこれを打つべく、5月15日、米沢城を出て大森城に入った。相馬方に寝返った石川光政を攻め、お手盛城を奪還せよ。5月22日に政宗は自ら兵を率いてお手盛城の攻撃を始めるが、天候の悪化により一旦大森城に退く。その間にも相馬義実はお手盛城の御詰めをするべく自ら三春城へと向かった。田村家の本拠の三春城に入って伊達派の連中を一掃すれば田村家は実質我らのものとなる。しかし義実は田村家家中の伊達派に阻まれて入城を果たすことができなかった。今田に田村家中には伊達派が多く、いかんともしがたい。三春城は徹底抗戦する構えを示し、我らの入城を拒んでいる。強引に三春城を攻撃してもよいが、すぐそこまで政宗が進軍してきていて、時がない。ここは力攻めせず、謀略を積み重ねて三春城を奪取した方がいい。船引き城まで引き返す。その後、直ちにお手盛城の救援に向かう。三春城からの突然の攻撃によって入城を拒まれた相馬軍は引き返すこととなった。相馬の御詰め軍が来るまでにお手盛城を落とす。うるう5月16日に政宗は再び石川光政のこもるお手盛城に攻撃を始めた。約500人を討ち取り、お手盛城は陥落し、石川光政は相馬領へと逃れていった。伊達軍の進撃は続き、17日には大蔵城、18日には築山城、道明城などの諸城が次々と陥落する。これを見た義実は19日に船引き城から撤退した。政宗は相馬義実を田村軍から駆逐したのである。苦境に立った義実は佐竹義重、芦名義弘、岩木恒孝に救援を求めた。佐竹芦名は直ちにこれに応じるが、岩木恒孝はこの求めを拒否した。岩木恒孝はかねてから田村領を狙っていた。それを相馬義実が田村領の併合を機として三春城を無理に接収しようとしたため、これに岩木恒孝が反発し、相馬義実への援軍を拒否したのである。秀吉からこの戦いを収めるよう朝廷を命じられている。故に積極的に伊達と戦うことができない。よって密かに芦名と相馬、岩木に戦いをけしかけているが、足並みが全く揃わぬ。岩木恒孝は態度を硬化させて中立に転じてしまった。これを再び変えることは難しい。相馬も相馬で自らの利益のことしか考えず、岩木に対する配慮をしなさすぎる。伊達家、相馬家、岩木家が田村領をめぐって対立していたことが、この戦いを複雑化させる大きな要因となっていた。6月12日、いよいよ佐竹義重とその子芦名義弘の連合軍が朝霞軍に侵攻を始めた。伊達軍は郡山城とその北部の久保田城にこもって防戦に努めた。4000の佐竹芦名の連合軍に対して伊達軍は600人という圧倒的な劣勢に立たされることになった。最上大崎とは未だ交戦中。相馬も田村軍から駆逐したといえども、いつ反転攻勢してくるかわからない。それゆえ田村領に軍勢を残さなければならない。今は境に配置した軍勢を動かすことはできないが、郡山城を抜かれれば致命的となる。ここは何としても救援に赴かなければならぬ。政宗は郡山城の救援に向かうべく宮守城を出陣。また留守正影や田村家も援軍に向かった。郡山城をめぐって伊達軍と芦名佐竹連合軍の対陣が始まる。互いに砦を築きつつ対峙しながらも決戦を避け、小競り合いを繰り返した。城より打って出て戦うには我が軍はあまりに少数。ここは牢城に決するしかないが、早いところ和議を結んだ方がいい。すでに岩木恒孝は相馬と仲たがいをして中立の立場になっている。この恒孝には僕の仲介を頼み、状況を打開する。戦況不利を悟った政宗は6月21日使者を岩木恒孝に派遣し、和睦の仲介を依頼した。岩木恒孝はすぐにこれに応じ、石川昭光を誘って7月4日芦名佐竹連合軍と伊達軍の和睦交渉の仲介を始めた。和睦交渉が始められたため7月5日から両軍の戦闘は中断し、弓鉄砲は止められた。最上大崎も政宗と和睦交渉に入ったらしい。もし和睦が結ばれれば北方の伊達の兵力がこちらに投入されてしまう。状況が悪くなる前に和睦する方がよかろう。
それに秀吉からも足名と伊達の和睦を要請してきている。これを無視して足名と共に伊達と決戦することはできない。7月18日までに岩木常隆、石川昭光の仲介によって伊達と佐竹足名の和議が成立。21日に両軍は撤退した。約40日間に及んだ退陣は終わったのである。一方、北方戦線でも和睦交渉が始められていた。5月頃から政宗の母義姫が戦場に赴いて和睦交渉が始まる。この時最上義昭もまた危機的状況にあった。越後の上杉景勝がでは庄内への侵攻を機としていたのである。その動きを察知した義昭は義姫に和睦の仲介を依頼。三方面に戦線を抱えていた政宗も最上との和睦はやむを得なかったため交渉に入った。そして7月21日、伊達と最上大崎の和睦も成立し、お互い戦線から撤退した。しかし大崎家の内紛解決のための交渉は継続され、9月になってようやく当事者間の和解が成立した。すなわち大崎義隆は主君を裏切り伊達側についた氏家義継を許すことにしたのである。こうして北方戦線と南方戦線は収束し、ようやく政宗は危機を脱したのだった。和睦成立後の8月、上杉軍が最上領の侵攻を開始した。上杉景勝は最上義昭が政宗との戦いに謀殺されているのを好機として侵攻を始めたが、総武事例が発令されていたために秀吉の了解を得た上で出兵をしなければならず、そのために大幅に遅れての出陣となった。しかし防戦準備が不十分であった最上は庄内地方を上杉軍に奪われてしまう。その間に政宗は三春に入り、息のかかった宗昭を田村家の当主にし、田村家に対する相馬の干渉を排除した。相馬派の人々が三春を去ったことで政宗による田村家支配は動かないものとなった。苦戦はしたが宗昭を当主に据えて田村領の確保に成功した。そして9月18日、政宗は4ヶ月ぶりに米沢に帰った。この天正16年は大崎攻めの失敗や郡山での窮地など政宗の人生における極めて困難な年であったが、大きな痛手を受けることなく何とか乗り切ることができたのだった。最上は上杉に大敗し庄内の多くを失った。今の最上は上杉の対処で忙しく大崎を支援する余裕はないはず。今の状況なら有利にことが運ぶに違いなし。北方の安全は確保することができた。さらに調略を進める。政宗は大崎家の家臣に内容を働きかけ続けた。一方で大崎義隆は裏切った氏家義継を許してはいなかった。伊達軍が去り孤立状態になった氏家義継に対して圧迫を強めたのである。この圧力に耐えかねた氏家義継は天正17年1589年2月、岩手沢城を脱出し米沢にまで逃れて政宗に出兵を請うた。出兵はしない。粘り強く大崎家家臣の調略を続ける。それとともに大崎義隆を我らに服属させるよう最上に仲介を頼め、最上は上杉のためにもはや我らと争うことを望んではいない。大崎に介入する余裕はないはず。上杉との争いに集中するためにも大崎が安定化するのを望んでいるであろう。政宗の調略の結果、4月に最上義昭の仲介で伊達と大崎の和睦が成立した。これで政宗にとっての北方の憂いだった大崎家が再び伊達に服属することになった。大崎との戦は負けたが結果的にこちらの意思を強要することができた。大崎に最上との縁を切らせ、逆に我らと縁を結ばせ傘下に入らせることに成功した。これ以上の戦果はなし。四面楚歌の状況が続いたが、ここに来て好転してきている。問題は秀吉の動き。奥州にまで総武事例を出したが、まだ我らを完全に屈服させるだけの影響力はない。時はまだある。関東では北条が秀吉の防壁として機能している。秀吉が北条の扱いに戸惑れば、我らは秀吉から情報を引き出せる。秀吉との交渉を有利に進められる。さらに有利な条件を引き出すためにも今のうちに領土を拡大して伊達の力を示さねばなるまい。秀吉が侵攻してくる前に奥州を制圧したい。なるべくなら総武事例に逆らうことなく領土を拡大したいな。総武事例に逆らうことになるため我らから伊達に戦いを仕掛けることはできない。そのため相馬と岩木をそそのかす。まず奴らを伊達と同盟している田村領に侵攻させる。それとともに我らと足名が先導筋に赴いて三春を圧迫する。さすれば伊達は田村を救援するために南下するほかない。
こうして敵の主力を誘い出して我らと足名、相馬、岩木とで攻撃して潰す。天正17年1589年4月、足名佐竹と同盟を結んでいた相馬義胤と岩木常隆が田村領に侵攻を始めた。これに対し三春城の田村宗明は籠城して政宗に救援を要請した。これにより大義名分ができた。先に仕掛けたのが相馬と岩木である以上、我らが総武事例に逆らったことにはならない。秀吉への言い訳にも使えるわ。この相馬岩木の動きに対し政宗はすかさず反応し、4月22日米沢城を立ち相馬岩木攻めに向かった。2月末に落馬で骨折した足の負傷が完治しないまま、翌日の23日大森城に入った。ところが24日になって足名家に仕えていた片平城の片平親綱が伊達方に寝返ると、政宗は方針を変更することにした。工作が実り、やっと片平親綱が寝返った。これで我らの勢力圏は朝霞軍にまで及ぶことになる。それだけではない、片平城が手に入ったことで会津侵攻の道筋が立った。すなわち片平城と大平城とを結ぶ線で足名佐竹の北上を阻止し、その間に我らは会津を襲うことができる。これは足名を討伐する良い機会。そのための準備として、まずは会津に向かう街道を確保する。田村軍には一部の兵だけを向かわせる。残りは直ちに元宮城に入れ。5月3日、政宗は相馬岩木攻めを一旦中断し、元宮城にまで進軍した。朝霞から会津に進攻するためには、その街道筋にある阿古賀島城と高玉城を攻略しなければならぬ。これらを落とし、会津に至る街道を確保せよ。5月初め、伊達軍はまず足名領の阿古賀島城を攻撃。伊達軍の圧倒的な兵力の前に城兵は戦わずして降伏し、開城した。さらに伊達軍は高玉城の攻略に向かった。高玉城の北側、南側、東側にかけて布陣せよ。西には布陣せず、敵に逃げ道を与える。こうすれば敵は城を放棄して西から逃げ出すだろう。こちらの被害も出したくない。5月5日午前6時に伊達軍の総攻撃が始まった。伊達軍はわざと西側に布陣せず逃げ道を与えたが、城内の敵は一人も落ちることはなく、徹底抗戦の構えを示した。城攻めが始まり、そのわずか2時間後に高玉城は陥落。城主の高玉常頼は討死にした。城方が徹底抗戦したため、政宗が意図しなかったにもかかわらず、籠城していた兵や民百姓などが全員撫で斬りにされたという。阿古賀島城と高玉城を落としたが、これだけでは会津を襲うことはできない。会津への道筋を確保するためには猪苗代城を手に入れなくてはならぬ。これは力攻めせず省略によって奪う。猪苗代城を守る猪苗代森国を内容させよう。猪苗代森国は小次郎に足名の当主を継がせようとした新立てだ。足名の当主が義弘になったことで発言力も弱まり冷遇されていよう。よって将来を考えれば我らについた方が得だと考えているはず。そもそも佐竹から来た義弘に対する忠義などみじんもない。猪苗代森国を寝返らせることはできよう。それでもこれを調略するにはしばし時間がかかるだろう。その間に相馬討伐に向かう。高玉城を落とした伊達軍はこの日のうちに元宮城に引き上げ、翌日の5月6日に米沢に帰陣した。足名は阿古賀島城と高玉城の攻略をただ足名を牽制するだけのものと見ていよう。我らの目的が田村領に侵攻する相馬と岩木を潰すことにあると考えているに違いない。だが我らの本来の目的は逆に相馬岩木を牽制して足名を潰すことにあり、この本来の目的を隠すためには直線的に会津に向かうことはせず、まずは会津を目指さず反対に投進して全力で相馬領を攻めるふりをする。その後矛先を転じて一気に会津盆地に攻め込む。そのためには直前まで猪苗代城を手中に入れない。今の段階で手に入れれば足名に必要以上に警戒される。よって猪苗代城を力攻めすることはせず省略でもって手に入れる。まず片倉兼綱と伊達重実は援軍として田村領に入れ。これはあくまで陽動。この陽動に2つの効果を持たせる。一つは相馬義胤を田村領にとどまらせること、もう一つは足名義弘を先導筋におびき出すことである。そして敵軍を引きつけている間に我ら主力が義胤の背後をつくべく突進して相馬領を襲う。背後をつかれた義胤は慌てて自国に引き返すに違いない。これが成功すれば相馬を封じるだけでなく足名との合流も防ぐことができよう。さらに相馬が自国に引き上げれば岩木の力だけでは単独で三春城を攻略することはできない。
岩木の動きを鈍化させることができよう。すなわち田村領への圧力を弱まらせることができる。こうして敵の力が分散すれば、足の佐竹との戦いを有利に進めることができよう。こうして政宗は田村領に片倉景綱と伊達重実を援軍として送った後、主力を率いて相馬領に向かった。5月18日、政宗は相馬領と接する伊豆郡の金山城に入った。19日、守備の手薄な相馬領に侵攻した政宗本隊は、伊達防衛の拠点である駒ヶ峰城を攻め落とした。さらに20日には美濃首城を落とす。吉種が動くまで、この地にてしばし駐留する。この頃、相馬吉種は岩木軍と共に田村領の時和城を攻め落としていた。その彼のもとに、突如として自国が伊達軍によって侵略されているという情報が入ってくる。田村に入った伊達軍はおとりだったのだ。岩木常隆の要請を受けて田村に侵攻したが、それどころではない。我が本拠も危うくなる。直ちに侵攻を中断し、引き返す。相馬吉種は田村軍の侵攻を諦めて、自国に引き返した。吉種が自国に戻ったとあらば、今回の作戦の目的は果たした。直ちに相馬領から撤退する。これで吉種はしばらく動けない。政宗は5月26日に大森城に戻った。翌日、政宗のもとに火災、大崎領主から援軍として鉄砲衆500人が到着した。これら伊達軍の動きに対し、芦名義弘は5月27日、須賀川にまで進んで、父である佐竹義重と合流した。相馬吉種が自国領に帰ったという。これでは当初の作戦を遂行できない。我ら佐竹と芦名、それに脇と相馬とで敵主力を強撃する構想が崩れた。だがいずれ相馬も再度出陣して田村領の侵攻を始めるだろう。ならば我らはこのまま三春城一帯に圧力をかけ続ければいい。芦名佐竹軍が須賀川にいる今、黒川城は手薄。直ちに会津に攻め入る準備に移る。猪苗代盛国の内容を急がせよう。盛国の内容工作には反対しませんが、このまま西に進撃する作戦はあまりに危険。もし我らが黒川城に向かう動きを見せれば、芦名軍は須賀川から離れて黒川城に入るでしょう。それとともに残された佐竹軍が須賀川から北上するでしょう。そうなれば我らは敵に背後を襲われることになります。下手をすると芦名と佐竹によって強撃されます。さらに相馬と岩木が佐竹や二階堂と連帯して襲ってくれば、大敗北を喫する恐れがあります。むしろここに留まっているだけでは事態は悪化する。すぐに西へ進撃すべき。相馬に関しては先に十分牽制しておいたため、すぐには動けぬはず。また佐竹に頼るだけの二階堂はほとんど無視できる。問題は佐竹と岩木の動き。岩木は佐竹の力を借りて進行を続けるだろう。これを門沢館で防ぐ。また佐竹の進行は大平城と片平城で防ぐ。大平城と門沢館、それに片平城は敵を一手に引きつけるための捨て城と心得よ。この三城が敵を防いでいる間に、我らの主力が会津盆地に侵入して黒川城を落とす。大平城と片平城が落とされない限り、佐竹によって背後を襲われる心配はない。逆にこれらが落とされたとなれば、直ちに元宮城まで戻ればいい。とにかく今は時がない。大平城が持ちこたえている間に決着をつけねばならぬ。敵は三春付近に戦力を集中させて、ここで我らと決戦する気であろう。そうなれば芦名、佐竹、岩木からの強撃を受けて敗北してしまう恐れがある。ここはまず集中した敵の戦力を分散させねばならぬ。すなわち芦名を黒川城に向かわせる。そのためには我らの主力が会津盆地を制圧する動きを見せねばならぬ。こうして芦名軍と佐竹軍を引き離した上で、芦名軍に決戦を強要する。我らが会津盆地を制圧しようとすれば、必ず芦名は打って出て決戦に及ぶはず。6月1日、今まで態度を明確にしていなかった猪苗代盛国がついに政宗に人質を差し出して恭順を示した。片倉景綱は直ちに猪苗代城に入れ、伊達重実もこれに続け。これとは別に、米沢にいる原田宗時と新田義綱は桧原峠を越えて大塩城の攻略に向かえ、その後会津盆地に侵入して我らの本隊と合流すべし。6月1日、猪苗代盛国が恭順すると、直ちに片倉景綱が猪苗代城に入り、米沢城から原田宗時と新田義綱の別動隊が米沢街道沿いに南下して会津盆地に向かった。この時、芦名義弘と佐竹義重は須賀川からさらに北上し、滑川付近にまで進出していた。二階堂までも加わって、その数は2万にまで達していた。6月4日、その彼らのもとに猪苗代盛国の裏切りと伊達軍の動きが伝わる。まずい、
猪苗代城と黒川城はわずかな距離。猪苗代城が取られたということは、喉元に歯を突きつけられたも同じこと。これで政宗は何ら妨害を受けることなく、直接黒川城に迫ることができる。さらに米沢城から敵の別動隊までも黒川城に向かってきているらしい。この情報が本当なら、もはやこの千道筋一帯で政宗と戦うことはなくなった。当初の作戦を変更して、まずは黒川城を守り、敵が会津盆地に侵入することを阻止せねばならない。黒川城が危うい、義弘は直ちに黒川城に戻れ、わしは北上して政宗の背後を襲うべく、大平城の攻略にあたる。6月4日夕刻、芦名義弘と佐竹義重は、恐るべき情報に接すると、直ちに滑川の陣を引き払った。芦名義弘はやむなく猪苗代湖の南方を経由して、黒川城に戻った。一方、政宗は6月2日、本宮城を経て阿古ヶ島城に移動、そして4日夜半に猪苗代城に入った。一夜明けた6月5日黎明、芦名義弘率いる1万6000の軍勢は、黒川城を出て、高森山に移動した。猪苗代の高森山に着陣すると、伊達軍を挑発するために、一部の兵が周辺の民家に火を放った。この時の芦名軍は、佐竹、石川、二階堂の援軍が多数含まれていた。しかし芦名譜代の家臣らは佐竹の干渉を嫌っており、軍勢の足並みは乱れていた。芦名軍は内部の分裂により一体性を欠いていたため、寄せ集めの集団に近かったのである。芦名との決戦の機は熟した。直ちにすり上げ腹に向かう。一方、芦名軍動くの方に接した政宗は2万3000余りの軍勢を前進させ、すり上げ腹に布陣した。忠義を試すため、先陣は猪苗代も陸にとする。伊達軍は先方猪苗代も陸に、2番片倉景綱、3番伊達重実、4番白石宗実、5番政宗の旗本交尾浜田景高、左備え大内貞綱、右備え片平近綱という陣立てで布陣した。芦名軍の富田氏真、佐世川地の神松本源兵衛はすでに内容をしている。奴らもまた猪苗代も陸にと同じく、芦名の家督争いの時小次郎を押してくれた陣立てだ。義弘に対する忠義は皆明。芦名軍は戦う前から崩壊しておるわ。政宗は決戦直前まで芦名軍内部の不協和音を利用した調略を続けていた。一方、伊達軍の布陣を見た芦名軍は高森山を出陣し、磐梯山麓のすり上げ腹に向かった。そしてすり上げ腹に総勢1万6000余りの軍勢を展開して迎え撃つ体制を整えた。芦名軍の総大将の芦名義弘はこの時14歳、一方の伊達軍の総大将伊達政宗は22歳だった。この日は朝から西風が強く、東側に布陣していた伊達軍は目も開けられない状態だったという。両軍激突の時は刻一刻と迫る。そして6月5日午前8時、ついに両軍は磐梯山麓のすり上げ腹で衝突。戦いの幕が切って落とされたのである。この時芦名軍の先鋒は猪苗代盛国の嫡男盛種が務めていた。彼は父盛国の裏切り行為を深く恥じており、汚名返上のために志願していたのである。このためそれぞれの先鋒となった猪苗代の親子が敵同士で激突することになったのだった。戦いの序盤から子である猪苗代盛種の猛攻が目立ち、父である猪苗代盛国の部隊を押し返していく。この猪苗代盛種の部隊に続いて富田高実隊も攻めかかると、猪苗代盛国隊の陣形は乱れて総崩れとなる。さらに伊達軍の第二陣の片倉景綱隊も後退してしまう。西風を背にした芦名軍の猛攻の前に伊達軍は厳しい戦況に追い込まれていった。片倉隊を援護すべく旗本は前進せよ。戦況の悪化を防ぐべく政宗は旗本を前線に突入させた。大内貞綱隊と片平近綱隊も左右の両翼から芦名軍に襲いかかっていく。この時伊達重実と白石宗実が磐梯山麓を迂回して芦名軍の側面攻撃を仕掛けていた。これを芦名軍の旗本が参戦し、伊達重実隊と白石宗実隊を押し返す。富田氏真は直ちに前進せよ。政宗の旗本を駆逐すべし。政宗本体に総攻撃を仕掛けたい芦名義弘は第二陣第三陣に続くように富田氏真、佐世川地の神に命令を下した。しかし彼らは全く動く気配を見せない。このような激戦の中で2000余りの軍勢が参戦せずに傍観を決め込んでいたのである。命令を無視か。芦名家譜代の家臣どもが全く動かない。家臣内で疑心暗鬼になっていて統一した動きにならない。
芦名軍は戦う前からすでに内部崩壊していた。義弘は佐竹家から芦名家に入った養子だったため、義弘随従の家臣と芦名家のスクロウとの間に軋轢が生じていたのである。一進一退の攻防戦が続く。午後に入るとこれまで西から東へと吹いていた風が止み、東から西へと強い風が吹き始めた。それまでの西風が突如として東風に変わり、芦名軍の正面に砂陣が叩きつけ始めたのである。風向きが変わったことで形勢が逆転。これぞ天佑神女、敵を押し返せ。不正に回っていた伊達軍が一斉に攻勢に出た。鉄砲隊は前に出て一斉車列よ。200の鉄砲衆が前進し、芦名軍の側面へ一斉に銃撃を加える。この時の芦名軍は向かい風だったために、序盤戦の伊達軍と同様目を開けることも困難な状況だった。混乱状態となった芦名軍に向けて伊達軍の総攻撃が始まると、離脱者が相次ぎ総崩れとなった。こうした中で芦名家重臣の金上森春隊が片倉花月菜隊によって壊滅される。伊達軍の優勢が明らかになると、これまで傍観をしていた富田氏真らが独断で撤退を開始した。このことで芦名軍の全体に動揺が走り、総崩れとなった。逃げるな、踏みとどまって戦うべし。もはや勝敗の帰数は明らかだった。戦意を喪失した芦名軍は賛を乱し、割れがちにと回想していく。多くの者が黒川城に向けて逃げ出した。敗走を続ける芦名軍は日橋川に架かる唯一の橋に殺到した。しかしこの橋はすでに富田氏真らによって焼き落とされていたために、先に進むことができなかった。そこに伊達軍が迫ると次々と押し出され、川に落ちる者が続出。おびただしい数の歴史者を出すことになる。日橋川で芦名軍は伊達軍の追撃を受け、大損害を被ったのである。この合戦での芦名軍の戦死者は歴史者を含めて1800余りとも2500余りとも伝えられている。その中には金上森春や佐世田恒恒といった重臣も含まれていた。完敗を喫した芦名義弘はわずか30騎ばかりの共に守られて黒川城へ逃亡。しかしもはや本拠の黒川城を守備する力さえなかった。伊達軍に対抗する術はないと悟った義弘はわずかな友と共に6月10日夜、実家の佐竹を頼って日立へ落ちていった。翌6月11日、この間に桧原峠を越えて進撃してきた別動隊と合流した伊達軍は黒川城に入った。黒川城を奪取した政宗は先導筋に残る半立勢力の駆逐に乗り出す。直ちに横田城、柳取城を攻め落とし、敵の残党を一掃せよ。それとともに先導筋に向かい、佐竹、二階堂を駆逐する。政宗は抵抗を続ける芦名の残党を討伐するため、横田城、柳取城などを奪い取り、多くの芦名家譜代家臣たちを恭順させ、会津を平定した。政宗はこの合戦の勝利により、芦名家類代の所領である会津、大沼、川沼、山、朝霞など広大な土地を一気に手中に収めることとなった。名実ともに芦名家は滅亡したのであった。その頃、佐竹義重は伊達軍の背後を狙うべく北上し、大平城の攻略に成功していた。すり上げ原での戦いに敗北し、さらに黒川城まで伊達に取られたとあれば、大平城の攻略も見に、今までの一連の行動も全ては徒労に終わった。それどころか一気に我らは窮地に立たされた。直ちに白川義親に起床門を送り、同盟の維持を図れ。白川義親が裏切る可能性は十分ある。なんとか義親をこちらにつなぎ止めたい。芦名が滅び、白川結城までもが伊達につけば、南奥州のほとんどが伊達の支配下になってしまう。我らにとっては南奥州の基盤を失うことになってしまう。しかし白川義親は芦名家が滅ぶとあっさり佐竹に見切りをつけ、政宗に寝返った。政宗の快進撃はさらに続く。10月には須賀川城を攻略して二階堂家を滅ぼし、11月に入って石川昭光を服属させ、先導筋全域が伊達家の勢力圏となる。そして12月には岩木常隆との和睦を成立させた。すり上げ原の戦いは芦名の完敗、政宗恐るべし。戦いそのものよりそれに至るまでのやり方があまりに巧妙。素早く主力を移動させて我らを翻弄させ、勢力を分散させた。その機動力の高さも凄まじいが、戦い全体を決する地点に主力を集中するとともに我らを誘引させる力量は恐ろしいものがある。時に政宗22歳、その勢力範囲は大内方の全66軍のうち30軍以上に広がっていた。だがそれは秀吉の関東奥羽の総武事例に違反して得られたものだった。政宗はその代償を払わなくてはならない。
総武事例の違反を問責する秀吉による統制は間近に迫り、政宗に新たな試練を突きつけることになったのだった。